ちさんナビューゾンビーバーさん、どういうこと？ゾンビーバーってなんか目がゴロっちゃう。めっちゃ目薬やろ。ちっ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 ち。さっさにうらら電池したしてない、してないね。そんなふざけた会話してないわ、そういえば。さんありがとうございます。カラメさんありがとう。マシュマロ、ひぶきさんの何力今日も可愛い。カラメさんありがとう。マシュマロ KHK さん、何ビュー。マシュマロのようなお肌ですね。こんばんは。マシュマロのようなお肌ではありません。ここに分かれるしニキビがあること。ちゃいちゃん、こんにちは。シャオネさん、どんな話をするんですか。どんな話、どんな話、何の話してたかな。ダメシティの話ですね。ほうっていう話とかいろいろしてましたね。そうそうそう、いろんな話してたか。確かに何話すんだろうって感じだよね。始まるね。シティ333ね。スクさん何ビュー。最初ごめんね、ほんと。申し訳ございません。あ、コミュニケーション能力。うん。ダンス何ビューマシュ。小山ちゃんありがとう。マシュマロ、マシュマロさんの名前変えようか。名前変えないで。改名。小山ちゃんありがとう。マシュマロティカラビュー。クリオさんラビュー。ヤスさんこんばんは。ヤスさんありがとう。マシュマロカラミさんありがとう。マシュマロソダさんラビュー。ヨンさんラビュー。このホが出てきた。あ、そのホはね、響が打ったわけじゃなくて、コピペしたらなんか勝手にその文字になってて気づかずあげたんよ。みさんありがとう。リュウセさんナミュー。グレミさんありがとう。かわいい、ありがとう。みなさんの名前とか詳しくコピペして間違いないし、あー天才かもね。いや、あれはね、間違えたわけじゃなく、あの自分が書いてた文章をそのままコピペもう一回出さなきゃだったから、その縮小してた画像から撮ったらなんか変な感じになってた。そう、結婚して投げて無理って言われんかったが聞いてるとか、あ、ごめんちゃいな、無理っちゅできないっすって。ありがとう猫、ありがとうって。ぴょんぴょんハット、ありがとう。くまねパパ、ありがとう。マシュマロハット、ひろしさんありがとう。くらみさん、マシュマロありがとう。ラビュー。さつきのすさん、ラビュー。むちゃんさん、ラビュー。ひろしさんハット、ありがとう。おかやまちさん、マシュマロじゃなくてありがとう。レインボースターいいちゃん、いいちゃん、いさかちゃん、いさかちゃん、りけんぎょさん、マシュマロありがとう。ねこハット、ありがとう。ひろしさんハット、ありがとう。えさかさん、ラビュー。コーツさんラビュー。クラミさん、マシュマロありがとう。アイスラビューね、ほう初めて見た。私もなんだこの感じと思ったもん。クラミさん、マシュマロありがとう。タカちゃんさんハットありがとう。オニケンギャさんカマワン。クラミさん、マシュマロありがとう。ヒーちゃんのハンマよう間違えそうになったね。よくある、よく間違えてる人いる。ヒーちゃんねらら、明日は朝5時50分起きです。お、やばいですね、それは早い。平家のジェットコースター顔見たいです。絶対嫌です。クライムさんハットありがとう。せっかくお手紙書いた。いや、お手紙は出してください。ちゃんと出して、ちゃんと出して、見るから、見るから出して。結構素敵素敵、明日
日やっと休み。私もね、昨日ね、やっと休みだったんですよね。そう、昨日は本当に寝てた。今日ね、ドンキに帰り行ってきて、あの、芳香剤？芳香剤だっけ？なんか部屋のフレグランス？部屋のフレグランスだっけ？なんか置くやつあるじゃん、香水みたいな置く、なんか置いてたら匂いがこう、あれするやつ、匂いが充満するやつ、あれ買ったんですよ、新しく。なんかになんか匂いがちょっと香水っぽい匂い、なんかいい感じですね。まだ部屋中はそんな匂いになってない。ちょっと透明のマニキュア塗ろう。めっちゃさな、美容、明日やった休みね。黒田アナカさん、ありがとう。あと危険よ、休み本当に大事。それな、休みは本当に大事、メンタル的にもね、本当大事だと思う。休みはちゃんと取ってくださいねって。休みがないとさ、本当気持ちがね、全然違うよね、本当に。手紙書く人は漢字に振りがな振らないとビッキー読めません。読めます、多少の漢字はね。今日千代さんに本当にバカなのって言われました。疑われてたみたいです。そんな頭悪くは見えないみたいで、だからあのなんだっけ、通知表見せますねって、 X かなんかにあげますね。通知表さ、見せるアイドルいるかな。ちょっと私見せたら本当に惹かれる気がするんだけど、どうしようかな。どう見たい、みんな。まあ出せるかは分かんないけど、まず通知表あるかな、持ってきてるかな。よし、オッケー。トゥントゥントゥン、くちゃんさん、ラブユー。ひーちゃん歌うまいの。うまくないよ全然。ありがとう。でも今月の手紙今日出しました。何もないから、えー、嬉しい。いつもカードね、嬉しいよ、ありがとう。ルパンさん、今日爪切ったんだ。長谷川さん、こんばんは。マシュマロ、ありがとう。ニックネーム書き忘れたかも。わかると思う。普通にわかりそうですね。お母さん、マシマナ、ありがとう。ジョーさんも、そんなこと言えないと思う。でも響きよりは完全に頭いいですよ、ジョーさん。ないみたいです。でも運転は響きの方が上手そうです。わかんないけど。クライムさん、ハント、ありがとう。わかるやな、漢字が苦手なだけです。いや、ごめん、数学とかもできないよ、ごめんね。全体的にバカです。カナさん、ラブユー。絶対に出したらあかん。え、ほんまに嫌われる、もしかして。チリケンさん、かわいい、ありがとう。チリケンさん、ラブユー、こんばん。ジョニーさんはどっちかってバカですよ。え、そう言ってらった。記憶があんまりないですよ、車の時と。車と美容師免許しか勉強してない。あと電卓資格系は全部勉強したんですけど。つみさん、ラビュー。ジョーさん、というか、ちょっとトゥ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 ルルトゥ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 トゥル。今日ね、ご飯も食べに行って、あのデザートカフェも行ったんですよ。全部行くとこ素敵だった。なんかおしゃれって感じ。ね、見て、一個だけ塗り忘れてんの、どういうこと？透明のニキュアを塗ってます。トゥトゥトゥン。
せいかの一言が気になる、あ、頑張りましょうみたいな感じだったよ。お母さんももう話にならないですみたいな。じゃあ本当に出そうかな、 X に出したら本当にみんな引かない。しょうさんとひーちゃんにユニット曲してほしい。そんなことができたら最高ですね。しょうさん記憶力とんでもない。あ、そうなの。じゃあいーちゃん、お姉様通信簿よろしくお願いします。通信簿かわいい。じゃあ賢い、ほんと賢いよ。突き抜けてれば武器になるから大丈夫。確かに。何屋の上人さん、こんばんは。ねえ、かわいい。ほんと嬉しい。かわいいなって。嬉しい。勉強の役に立つのあんまりないから、確かにね。あんまりね、役に立ったことない。まあ、漢字は確かにいるけど。この電卓の資格持ってる。電卓の資格ね。いいよね。持ってるだけ。レタンさんの上場決心はよ。リンダンさん、そんな頭悪いですか。絶対私よりいいよ。ビュなんかつか、何それ、うん、絶対感じ違うよねそれ。関西まちゃんさん、こんばんは。ゆびきちゃん、コミュ力強すぎ。うらま、嘘、そんなだよ。全然コミュ力ないマジで。なんで人差し指だけ忘れる。いや、それな、中指ね、中指忘れたの。青柳さん、ナビュー。関西まちゃんさん、ありがとうございます。ヒビさんとジョンヌさんといえばイエイのイメージ、確かに。なんかね、そう、チョウさんからもヒビキちゃんはあのイエイのイメージしかないって言われます。あ、私今日チョウさんにヒビキって呼んでくださいって言おうと思ったのに忘れてた。ヒーちゃんかヒーちゃんかヒビキって呼んでもらおうと思ったんですけど忘れてたわ。キーヨン、お財布を持って、なんだよ、なになに。シミサナンビュー、シミサナンビュー、待っていたよねさん、マシュマロありがとう。母さんもそう、待っていたよねさん、あんたありがとう。しんちさん、あんたありがとう。にびさかま、待っていたよねさん、あんたありがとう。 BAK さん、ラブレターありがとう。猫、誰もありがとう。たくちゃんさん、誰もありがとう。ピュアミさん、ナビュー。セタンセイちゃん、初見ですって。もうそのマークついてて初見はないんだよね。青柳さん、ありがとう。マシュマロ、イエイ。瀬戸の誠司さん、風呂敷ありがとう。ヤシーさん、こんばんは。え、父さんの育成コメントしたら、どういうこと、どういうこと、コメント。ぴょんぴょん、ありがとう。ネイマスター、ありがとう。ありがとうございます。じゃんじゃん、タラ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 。ありがとう。佐藤さん、あった、ありがとう。初日のあたさ、こんばんは。かやまきさん、ラビュー。リビーさん、マシュマロありがとう。長崎にあるマジック喫茶店知ってる、知らない。リビーさん、マシュマロありがとう。ナイキさん、はじめましてとかもう嘘つくなって。めっちゃ嘘つくじゃん。じゃあシャイだと思う飲み物教えてください。分かんない。メロンソーダ、メロンソーダ。嘘、マジ。嘘、本当だ。修行、本当だね。本当だ、本当だ。修行、かわいい。本当だ、初めてらっしゃるね。ゆきさんのオーディションの頃といえばイエイが懐かしい。確かにね、オーディションの頃は確かにイエイってずっと言ってた。しんちゃん、ありがとう。あと仕掛けさんってみたいな、カートナにあったっけ。カートナにある、カートナにあるの、マジック喫茶店。
あるんかな。岡崎か田中。全然名前違うけど、あれ？あれ？何どこ？アンデルセンって出てきたんだけど。全然ギタルマさん、こんばんこんばんは。髪色の話しましたよ。しましたしました。しましたよ。そう。髪色の話しましたよ。まあ研究生は染めれないので。ひちゃんひちゃんしか。研究生は染めれないので、研究生は今まで通り変わりません。カラコンも。できないし昇格したいですカラコンしたいから昇格したいんです。本当に本当に昇格したいんです。あれ結構夢見て、そうなん、初めて聞いたかも。私響きカフェ巡りとかしようしたする女になろうと思ってさ、うん、初めて聞いたかも私。さあ広島パン屋さん、でも川棚でアンデルセンって出てきたよ。四次元パーラーって書いてる。そしたらひーちゃん染めるの、わかんない、染めないんじゃない。一時は染めないと思う。昇格できて髪染めれるけど、昇格しても染めない、一時は本当に染めないと思う。髪の毛がいろいろたくさんやって、で髪の毛いろいろたくさんやって、もう髪の毛もいろんな髪型したなと思ったら髪型なんか染めるかもしれないし、全く染めないかもしれないし、わかんないです。まだ昇格も先なので。僕にハットありがとう。ボイハンターさん、こんばんは。規制は頭のいい順に加速することします。やばすぎ、それ響きもう最後じゃん。でもさ、1億人にバズるでさ、4人が昇格するわけじゃん。4人が昇格した後ってどうやって昇格するんだろう。その後何かまた企画をやるのか、また何人かが昇格するのかとかなのかな。10人が一斉に昇格できるのかな。もう悲しいんだけど、本当にあるバンのアンデルセンっていう、そうなん、あれアンデルセンって言うんだ、なんかいいねうん、確かに気になる。いや本当にそれな、気になりすぎるよね。どうなるんだろうっていう。もうするけど、もう結構なさ差がさついてるからさ、厳しいっちゃ厳しいよねって。じゃんけん大会、じゃんけん大会どういうこと。じゃんけん大会で昇格ってこと、やばすぎでしょ。それはちょっと嫌かも。うん、それ本当に運じゃんね。ちゃん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 、チチ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 。今回は銀だこが差し入れで握ったこ、美味しそうでした。今日の公演、銀だこ差し入れとかあったの？私の時なかったんだけど。どういうこと？いいの銀だこ。私も銀だこ食べたいよ。本当はみんなで昇格がいい。なんでみんなで昇格じゃないの？普通に。みんなで昇格したかった。普通に。でもなんか嫌な予感はしてたんですよ。なんか3期でいろいろ変えてくるんだったら、なんか昇格も別々なのかなと思ってたら本当に別々で、うわーマジかっていう、もうなんでって、なんでって、
しかもなんでバズる、バズるとかでなんでって頑張ってください。ありがとう、仕事もにいます。じゃあ低く頑張る、頑張る。努力つけてもハウスマンス認めて昇格しよう。確かに、うーん、一回退屈で昇格化しやばすぎ、それはやばい。たださ、まあ、みんな一緒がいいのに。そう、みんな一緒だったら何も悪いことないのに。貴様時間ねたくさんかかったね。ユナビュー、私の牛も2年で昇格して、2年もずれて、ちょっと響きは無理かもしれない。2年は響きは今からこっから2年ってなるとちょっと響きには厳しいかも。え、どういうこと？じゃんじゃんじゃん、大丈夫。響きさんやみーさん、あ、期待してるんだけど、でも響きは無理な気がします、本当に。だから変な期待は持たない。マミーさんは逆ね、マミーさんとそんなに会ってないからさ、なんかそんなにたくさん話できてるわけでもないしさ。そうそうそうね。しかもなんか1億人バズれてさ、響きに何ができたかって思言ったら特に何もできてないからさ。そうそう、4年くらい研究生とか、4年、えぐいね。みっくんさん、ビュータマーキさん、こんばんは。新幹線の喫煙ルームなくなりま、あー、なくなるんだ。ほらま、たまーきさん、ありがとう、マシュマロ。マミさんがバズる気がする。どういうこと、マミーさんがバズる気がするって。たまーきさん、ありがとう、マシュマロ。たまーきさん、あとありがとう。ニコニコ笑顔、ほんと。たまーきさん、ありがとう、だるま。だるま、ありがとう、ありがありが、トマキさん、だるまありがとうって、クレームさん、ハートありがとう。うん、月間料理をもくもく食べる、あれほんと頑張ったよ、自分で思うもん。あれは本当に最後は本当にやばかった、本当にさーっていう、本当にやばかったですよ、あれだけは。テレテテテラララ、あれはエグいぐらいでしたね、本当。ちゃんちゃんちゃん、ひちゃんならではラビューとララララがあります。ウケるんだけど、あ、ラビュー入れてない。最悪だ。ラビューじゃよかった。そう、決めるルームあるからね。カメさん、こんばんは。ちゃちゃちゃん。たかちゃんさん、あとありがとう。崖を登ろうとする。いや、みんな登ってるよ。なんかあるかな、うんうん、イッチーさん、素敵。うん、ヤシタさん、ラビュー。ね、昇格して、いろんな髪型とか。いろんなメイクとかできたらめっちゃ嬉しいよね。まずバズバレーズ効果で一番話し家の人増えた気がするんだけどな。嘘嘘、なんだ芸人さんは、あー、スガレードとかさんとかみんなすごいね。すごい、確かに。なおさん、ラビュー。激辛ペヤングも食べれない自分なんで、ひーちゃんすごすぎる。えっ、激辛ペヤング私も苦手だよ。ひーちゃん、わおー、こんにちは。ナレイさん、ラビュー。ひとさん、こんにちは。だるまスーピーうなりくんさん、ひーちゃん、うおうな、うおうなってどういうことですか。こんにちは。みんなひーちゃん見るの楽しみで、これからも応援するよ。これからも応援してね、絶対たくさん応援してくださいな。ハムちゃん、
いいよっつったら甘めんだねってどういうこと、ハマ、ま、漢字読めないんだけど、それその漢字なんて読むの、なんて読んじゃうの、浜島、ここにあそこまは浜島、浜ちゃんやんやつったら浜面だねってどういうことだ、浜島さん、チャラチャラララララタ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 ラ、たかしさん、しきみょんるるん、しきみょんるるんるるるんるるるんるるんるるるんるるん、いいにゃん、じゃあバンジージャンプか、ねえバンジージャンプカットかわいそうだよね、ほんと最近高猫聞いて、聞いてる、もう毎日聞いてる、もう大好き、高猫さん大好きです、ほんとに高猫さん大好き、ヌルスクさん何秒、何秒、どんどん先輩に絡んでいってほしいな、どんどん先輩に絡んでいきます、絡んでいきすぎてうざいと思われちゃう、じゃんじゃじゃんじゃんちゃんちゃんちゃん、で目が痛い、だし、だしは読めますか、それだし、それ金子さん好きなのね、そう好き大好き、トーナーさんありがとう、マサヤラビュー、好きになりましたね、高猫さんめっちゃめっちゃハマりました、私ハマりハマりました、マジでこれありがとう、ありがとう、ハマりすぎてハマりすぎてますよ、私今日メイクさんに髪の毛やってもらったのにさ、ほんとなんかさ、なんかいざなんか2つの見込みでなんかちょっとアレンジしまったんですけど、しゃあなんかちょっとね、なんか田舎娘感すごくて、やっぱ短いからさおかしかった、ちょっとこのピロンしてる毛がいいんでしょ、でしょ、いいでしょ、これてかありがとう、マシュマロありがとう、いいじゃない、エクサミタボコモンステイの先輩方覚えます、いいねそれは、猫あったありがとう、マセハタありがとう、ティカありがとう、しんろ食わないね今日、真っ白食わないね今日、白の髪どうなってる、めっちゃ悩み込んでって、でも私が2つもう嫌で取っちゃってもう後ろでその外して1個にまとめてるだけ、田舎感、そうなんか田舎娘感すごくて、しっかり大人な感じ、確かに可愛いよ、ほんとしんちゃんさんありがとう、まさやはたありがとう、触覚がね大人な感じ、確かにそれはそう、でも今日メイク薄かったからさ、ほんとにチェリーにジラクサラビュー、どうしよう、なんかほんとにリップさ中身なくなってだからさ、なんか新しいリップ今日買おうと思ったんですね、そしたらさなくて、欲しいリップが前だったらなんか何でもいいやって言ってなんか買ってたんだけど、あんまり買わなくなったかも、ちゃんと、どうぞ、こんばんは、こんばんは、メーラー響さん田舎っぽいかも、おいおいおい、確かに今日のやつ田舎っぽいでしょ、今日のなんかこの髪がちょっと田舎っぽいねんな、ちょっと嫌だったんで、このねえ、これ田舎感すごいねマジで、チャラチャ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 ラチャラ、チラメイクも好き、ほんとチャオさんと並んでるの見て顔似てるなと思って、嘘、嬉しい、ほんとチャオさん似てるなんて、うれちーたんじゃん、そんな、チュリさんありがとう、マシュマロほんとありがとう、じゃあかわいいな、つってくださいな、うなってあれなの、つってください、響のこと好きになってくれください、ごめんなって、つるタイプのねアイドルじゃないんだよいやでも釣ってるかもしんない、おいでおいでとか言ってしてるから、シュリさんのビュー、ジェリー26さんありがとう、バラお花ありがとう、
ありがとう、自宅さな宮田さん、こんばんは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 、ほらパフォで見せるアイドルさんだね、ほんと嬉しい。だパフォーマンス結構なんだっけ、褒めていただくことがあるので嬉しいですよね。リアチがたまに日本人さんに見えることもなるも、嘘、それはないかも。中キラキラお届けしました、ありがとう。つると足がつるちょっとダジャレかな、話し会でいつかつられる、いやつってるじゃん、もうもうつられてるじゃん最初に。見て私の手黄色すぎない、本当に助けて、助けて、手大っきいんですよ。みーちゃんみーちゃんにつられましたな、ありがとう、つられてくれてありがとう、ありがありがありがとう、ありがとう、ありがとう。去年の大阪でおいでおいでされた、確かにめっちゃしてたかもしんない、してたね。だから幕張楽しみだね、幕張楽しみですね、幕幕張幕張楽しみ、幕張楽しみですよ、早く幕張に行きたいです。確かに1回で釣られた、1回で釣られたの、ちょろいですか、ちょっと、やばい、なんか目が、長崎の会見急に釣った気がしますが長崎の子で釣られたってことかな。ひーちゃん何の動きや、何何それ、あかり当日券あるな、あるなら行きたいな、え、あるんじゃない、当日券ない、あるんじゃない、あると思うけど、でも響さ後ろの方だからさ、そう、でも1億人バズれの特賞を無料で見れるので見に来てほしいな。んー、中に当初行く予定じゃなかった、剣取ってた、いやそれは嬉しいよ、一番めっちゃいいこと、ありがとう。グリーン隼人さんこんばんは、 RAT さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、つみさんラビュー、ラビュラビュー、ラビュラビュー、俺は釣られ、え、一番釣られたじゃんLOD さんあんたありがとう、明かりなのに休みじゃ、あー休みじゃないの、休みじゃないの、悲しいね、来週釣られに行ってもいいですか、え、もう釣られてるんじゃないんですか、釣られに来てもいいですけど、釣られてないの、目移りしちゃう、目移りしちゃった、違う、受験ですって、本当ですか、絶対に嘘、じゃあどんなことするか聞いたの、うん、多分当日まで私たちも知らない気がする、なんか何でもね教えてもらえないので、何でも教えてもらえないから当日に聞き知ることが多いんだよね、こっちも、そうだから知るのはほぼファンの人と同じぐらいに知るんですよ、そうなの、釣られに行く、え、絶対釣られに来て、白崎じゃないよ、素敵、はい、秒で釣られました、ほんまにそれな本当に来てくれよなんて思わなかったもん、大好きだったよ、ね、ほんとボブにしてよかったですわ、幕張行くのは幕張駅で降りて、降りてはダメな、え、そうなんですか、幕張駅とかあるんだ、しかもサインチさんありがとう、わしまろ知って変な意識もちろん良いね、確かに、確かに僕もさらに釣ってください、おー、どうやって釣るんだ、さらにって、さらにってどうやって釣ったらいいの、響がめっちゃ可愛くなればいいってこと、ケニカマ釣り行きたいの、そっちの釣りかい、うーん、カニ会いに行く、えー嬉しい、会いに来てね、ヒキさん中屋崎の子じゃないとこんなに仲良くなってなかった、確かにね、中屋崎の子って知ってくれたもんね、いやなんか早口言葉言えなくて困ってる、ヒーちゃん助けて、無理です、無理です、早口言葉なんて助けてあげれない、エリアさんランビュー、ヒデ太郎さんありがとう、
マシュマロうなもつるうな、かわいいね、うなって、うなってかわいいね。すーかさんマシュマロありがとう。ね、今日ねホットモットをね今日現場でいただいたんですけど、あのそれさ今日の6時までが賞味期限だったんだけど、食べれると思う？食べれるよね。すーかさんありがとう。ルイさん何秒しまらありがとう。明日までは待たないか、さすがに。明日食べようかなと思って持って帰ってきたんだけどさ、明日までは待たないよね多分。どうだと思う？あきさんかんまわ、かんまわコレクションこと歌えると釣れますよ。何ですかそれ、何それ、大丈夫かな。明日の明日までいけると思う？明日までいけるんだったら明日食べるんだけど。じゃあ食べないと思った時が賞味期限のね。ちょっと難しいんですよね。冷蔵庫に入れてでも持つんじゃない、知らんけど。え、今日現場でもらって、でそれからバッグに入れてたんでしょ。バッグに入れててお出かけ行ってる時、今の時期は大丈夫か。でも今日暑かったんだよね、どっちかっていうと。冷蔵庫に入れてチンしたい。確かに俺は加熱して食べる。あ、響きも加熱して食べる派。でもさ、もったいないじゃん、せっかく持ってきたのにさ、で帰ってきたのにさ。だからそう、もったいないから、明日食べるか。世界好きなキャラはラッコです。ラッコとウサギ。でもハチワレも好き、みんな好き。チカは全員好きだよ。リップの色すごい、色すごい可愛い。本当？これお気に入りです。頭の髪を食べても平気な浜田さんだ。大事、確かに、それは確かに、それな。気温が15度くらいで大丈夫と思って食べる、大事、確かに。加熱すれば大丈夫だ、じゃあ大丈夫か、食べないって思って食べた後、確かに、それな。犬にさこんばんは、もう気持ちの問題大事だよね、結構大事だと思う。うんうんうん、大事だと思いますね。えっちゃん、ラビュー、ラブツン、ラビラビーラビーラビーラビュー、うん、嬉しい。うん、うん、かさの髪ね、こんばんは、こんばんは、ちちすきめるぬ、ほんゆうさん、マシュマロありがとう。わがまコレクションはちゃん、さとりさんがやってる回曲で、おお、さとりさん、かわいい曲多いよね。私がやったのは、なんだっけ、声は仮病中やって、そう、あれかわいいけど絶対響きっぽくなくて、恋は仮病中、そう、どんな歌だったっけ、もうやったけど。 I'm sorry cause miss で行けなくなったって謝られたって、私どうすればいい、そりゃ忙しいあなただからね、しょうがないけれどずっと楽しみにしていたのに、画家にして立ち直れない気分だし、ご飯ご飯ご飯、汗、風邪をひいたみたい出ないね声が、これね。響きって変わった名前、本当？そう、作品さんが響きさんと言って、響きさんと言って1週間びっくりするぐらいしっくりきてますね。やだ、好き中の好き中のいいよね。じゃない、一日用の SS イベント行くけど何するの。いや本当にそれな、何するの、本当に何するの、言って普通に言って、なんで言ってくれない言って、本当に言ってほしいよね、なんで言ってくれないの。思い出せてよかった、
ツンツルツン、ずっと踊ってないからもう忘れた。ツンツツンドゥルドゥルツンツルツルツルツンツル、チャートリー、チャートリー入りたい私も。マルサランピュー、遊び大工さん素敵。一回チャートリー練習してもあれか。え、チャートリー入りたいです。日々かわいいかわいい。チャートリー本当に入りたいんですよね。チャートリーはいいみたい。ひーちゃんはいいか。いや、チャートリー入りたいです。マイカーさんも好きだけど、チャートリー入りたいですね。インスタしたいので昇格したらインスタしたいから、チャートリーさん入りたいです。はい、みかい、ほんとみきさん、マイカーです。よくマイカーか、マイカーかチャートリーって言われます。チャカ、チャトリさんに入りたいですね。みっくんありがとう。あと、えきはないかか、四国、四国はないと思います。響きは、私がっつり九州だし、四国はない気がする。確かにインスタ、そうインスタすっごいしたいから、本当にチャトリさんがいいですね。うん、そう、ひーちゃんチャーミング、え、絶対違うよね。チャーミングとかじゃないよね。チャ、ひーちゃん、チャーミン、何、今日の受け体感見も泣いてた。そうなの、なんで声が潰れちゃって、見てないからさ、わかんないんだよね。大丈夫かね。チャンチャチャン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 、一回長崎トーク、そっか、ハセイさんね、チャチャチャンチャチャンチャチャン、どーん、はだ、明日の昼ご飯決めて。明日の昼ご飯、明日の昼ご飯は、キムチチャーハンキムチチャーハン、響き好きだから。チャーミングだしね。え、チャーミング、響き、チャーミングってどんな意味だっけ。ひーちゃんかわいい、ありがとう。ひーちゃん、イエベ、イエベ秋ですね。どっちかっていうとイエベ秋で、でも両方持ってるんだよね。ムルベ冬も持ってます。イエベ秋が強いですね。キムチャー、今夜の夜食決めてるな。カップラーメン、夜食と言ったらカップラーメンでしょ、やっぱり。食はラーメンだよ絶対。あやたりさん、こんばんは。魅力的、あ、魅力的、チャーミングって魅力的なの、いいね。え、今日私がね買った、あの芳香剤みたいなやつが、あのチャーミングじゃなくて、もしかしたら魅力的って書いてあって、なんかいい匂いです。買った。したらキムチャーハンするね。キムチャーハンして家で焼き、どういうこと。マカちゃん食べる、うん、いいな。マカちゃん、さっきラーメン食べてないから。ひらくんさん、こんばんは。この3日間ぐらいはね、ちょっとあの食事ちゃんと気をつけてるんですよ。でも今日夜たくさん千穂さんと食べたたくさん食べた。明日その写真は載せます。トシーさん、あとありがとう。ザキン、こんばんは。麺職人食べようかな。食べな、食べな。食べな、食べていいよ、食べな。トシーさん、あとありがとう。いけなくなったって。気づかんままは、麺職人食べて。服、服、あかりさんともまたご飯食べに遊びに行きたいな。今日ね、そう、現場で今日仕事のところでさ、あの今日チョウさんと遊びに行くんですって言ってて、でチョウさんもひゆきちゃんと遊びに行くんですって言ってらっしゃったんですね。そしたらもうみんな、え、どういう関係、え、どういう関係、なんかどういう、何、どういう組み合わせみたいに言われて、そうみんなハテナになってました。そうだよねっていう、急に急にっていう、そう急激にこの間たくさん話して、千代さんのと前あの大阪の話し会で話した時にすごい話しやすくて、千代さんと仲良くなりたいなと思ってて、でこの間チャンスがあったから、そうたくさん話して遊びに行きましょうってなって、急にね、そうそうそうなんですよ。本当はね11日にあの車とか使って遊びに行こうってなってたんですけど、ちょっとお仕事で今日になりました。お仕事終わった後に
そうそう、写真の撮影じゃないかな。何？そうそう、写真の撮影。リキンガさん、ありがとう、ひーちゃんの代名詞、チャーミング。大チャーミング。釣りに行くと思ったら、もう帰り緊張して気まずいかも。え？気まずくないよ。緊張しないで。大丈夫だよ。嬉しいね。嬉しい、マジで。リキンガさん、ありがとう。リキンガさん、ありがとう。ゆっちゃさん、ありがとう。全関係わかる？わかるんかい？チャートに返され、でもチャートリーの話はしてないかも。確かに。ちょっとたくさん解いて、取ろう。ヨネさん、食べること大好き。私も大好き。チャッキー、マシュポナ、ありがとう。だけあった、ありがとう。レントリースカウト、スカウトされたいですね。車を知ってもらえたら素晴らしい。なんか、チョウさんは一人で運転できないらしいので、ちょっと響きが乗せるですかね。です。カイさん、お疲れ様です。カイさん、ありがとう、と。メールの、ちょっとひいちゃん、こして、嘘！あれ、ちょっとブサイクだったんだけど。ほんと？嬉しい。最近末の人気さ、ラビュー。じゃあ、男女読んでいきます。じゃあ、13位。猫、12位。ぴょんぴょん。11位、オグリン。10位、リビさん。9位、ドゥイさん。8位、MOTT、オイルさん。7位、森健ギガさん。6位、タナタナくん。5位、瀬戸の誠司さん。4位、長谷川さん。3位、ひろしさん。2位、小山内さん。1位は、ドゥドゥン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 。クレームさんでーす。ありがとう。クレームさん、1位、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ほうひて、ありがとうございます。皆さん、ありがとう。ありがとうございまする。ありがとう。ありがとうね、今日も。今日も見に来てくれて、みんなありがとう。ありがとうございます。浜田可愛くね？え、可愛いよ、本当。また配信来てね。ありがとう。お疲れ様、ありがとう。浜田可愛いよな。嬉しいよな。もうかかるさん、お疲れ、ありがとう。おやすみなさいって、みんなおやすみなさい。じゃあまた。今から。グー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 。みんな、またね。ありがとうございました。またね。バイバイ。そりゃ忙しい。あなただからね。しょうがないけれど。今日も一日お疲れ。おやすみなさい。みんなもね。おやすみ。すち。すちすちすち。バイバイ。